成功への過程で誰よりも失敗と向き合い、思考を巡らし、自分自身と向き合い続けてきたトップアスリートたち。そんな彼らの自分らしさの本質に迫る Be True。 まもなく凌介の大好きなコーヒー。嬉しい。ちょうどね、コーヒー飲みたい時間になってきましたね。入江さんおすすめのコーヒーショップ、うん、美味しい、うん、カラオケとか行くじゃないですか、うん、あの音程キーが違うのがめちゃくちゃしんどいんですよ。入江さんのカラオケの時の譲れないこと、かっこ結構いらっしゃる。キーは原曲キーでお願いします。原キーとか僕なんかいじってる人いたら僕勝手に原キーやりますもん。凌介のために、はい、あの企画を用意しましたから。何でしょう。今日はキキコーヒーをやっていただきます。楽しみ。やったことないです人生で。ね、はい、お姉さんよろしくお願いします。はい、キコーヒーじゃあお願いします。よろしくお願いします。うちのお店で3種類定番のお豆があるんで、はい、その3種類を当ててもらいたいなと思ってるんですけど、はい、1番目はオールプレスブレンド。これは結構ナッツとかのテイストです。はい、結構バランスがいいお豆ですね。で2番目がエスプレッソロースト。これはちょっとチョコレート的なテイストでレーズンの甘みとかがあります。で3つ目がグッドブリューってお豆で、これが一番ライトローストでちょっと爽やかなグレープフルーツとか果実味のあるお豆です。入れ方ではなくて豆の種類の特徴の違いってことね。そうですね、どれがどれかを違いの分かる男。絶対できない自信がある。じゃあ手前から色あんま変わらなかった。で色で分かるかちょっと思ったけど。こうちょっと待って、マジで分からん。美味しい美味しい。ありがとうございます。ただ一言美味しい。ありがとうございます。いやもうさすがにこの1個じゃ分かんない。うん、うん、差でね。じゃあ手前置いちゃいますね。あー、これちょっと1個見えた。すごい1個見えたよ。じゃあ最後、え、ナッツはどれ、あ、名前で言うとオールプレスブレンドが一番バランスの取れた。あれちょっと同じ感想かもしれない。え、ちょっと待って、これリアルに言っていいですか。分からんくなった。僕これがこういう味だったら分かったと思ったんですけど、あれ違った。もう一回ですか。ごめんなさいね。はい、もちろん。ちょっと俺も。難しい。え、思ってるより難しかった。ごめんなさいね。あ、置いてきますね。ここ置いてきましょうか。ありがとう。めっちゃ飲む。ああ。え、これ多分僕全外しするかも。難しいわ。じゃあどうする。オールプレスブレンドはどれですか。どれで刺すね。せーので。はい。じゃあオールプレスブレンドは。せーの。お、違います。あー、マジか。もうダメ、もうダメ。しかも一緒じゃん。まんまと、まんまと同じ鉄を踏みましたね。はい、まだ2択あるからさ、そこを当てよ。まあ、どこかにオールプレスがあるってことですね。あ、でもそれはわかるわ。え、次はそれなら絶対当てられる。オールプレス、うん、まあ、飲むまでもない。一応飲む。飲んでるやん。行きますか。行きますか。じゃあオールプレスブレンドは。よ。せーの。心配やわ。これでダメだって僕ら終わり。終わり終わりよ。これでダメだったら終わり。違います。うわあ。帰ろ帰ろ。すいません。もう帰ろ。無理でした。もう帰ろ。もうこれだって答え出ちゃったもん、これが。コーヒー無理でした。じゃああとでも2個あるんで。難しいなー。2個あるんで当てましょう。せっかくなんで。どっちがウッドブリューかエスプレッソロースか。多分僕らもう分かってないです。だって全部外してるから。この2つにグッドかエスプレッソローストがあるってこと。オッケー。じゃあグッド当てます。グッドいこう。はい、これも絶対大丈夫。うん、行、うん、きましょう。グッドブリュー。はい、はい、じゃあグッドブリューローストは。せーの。バレた、バレた。入江選手の勝ちです。しゃー、コーヒー豆おごって。コーヒー豆買って。当てられなかったけど
味は美味しい、うん、ありがとうございます、うん、一応僕が勝ったということでめでたです。勝ったのか な、ね、勝ったのかな、はい、どっちとも全部間違えてるわけだけど最終的に。さあここからは、はい、競技の話をしましょうということですけれどもなんか俺のイメージ結構凌介は、はい、練習やだやだ言いながら意外と練習好きな人ってちょっと勝手に思ってたけど、どう？まあ練習がめっちゃ好きな人って正直いないと思うんですよ。まあね、まだまだしんどいことするって、まあ、きついからねやっぱ、はい、うん、でもなんか自分の中でプールに入ると切り替わってました。あ、なんかすごく朝起きてもうやだなとか、うんうんうん、しんどいなとか、うん、休みたいとか、うん、今日はちょっとサボろうとかってもちろん思ったりする日ももちろんあるけど、うんうん、でもいざやっぱプールの中に入ると、うん、なんかやっぱり頑張れてましたね。あ、自分自身、まあ、一つの仕事だとも思ってたし、そうだね、まあ、その自分が言うことがお仕事としてお金いただいてやってたので、うん、そこのプロ意識っていうのをやっぱり高くは持ってやっていましたね。しかもやっぱ自分の行動をやっぱりいろんな人が見てると思うし、うん、やっぱ手抜くって分かるじゃないですか。そうね、なんかサボってるとか意識が低いっていうのはスイマーとしてはしっかりやっていきたいっていうのはずっと思って、うん、そこだけは譲らずに頑張ってましたね。いや、そうだね。なんか凌介が手抜いてるってイメージないもんな。うん、まあ、たけしさんもそうなんですけど、僕も、いやいやいや、なんかもう自らしんどいことしに行ってましたよねみたいなイメージなんですよ。もうしかもちょっとね、いわゆる水泳って地味だし、うん、でも別になんかきついことを好きで好んでやってるわけじゃないけど、うん、結果出すためにはやんなきゃいけないからっていう感じだよね。もちろんそうですね。ね、たけしさんの一番悔しかった試合ってあります？まあ、いや一番悔しかったのはやっぱアテネだよ。メダル、アテネでメダル取れなくて、やっぱりこう自分はメダル取れなかったけどメダルを取った先輩たちもいっぱいいて、うん、そことの対比で悔しかった部分もあるし、はい、まあでもどっちかっていうとなんか本番で自分の力を自分が出せなかったことに対する悔しさの方が最終的には強かったかな。うん、別に水泳はさ誰も邪魔しないじゃない、はい、実際は邪魔するとしたら自分しかいないからやっぱその本番で自分の力出せるようになりたいね、オリンピックで結果出せるようになりたいって気持ちはやっぱ強くなったよねそこでね、うん、でもそういう意味じゃそれが凌介にとっては北京だったわけじゃない。そうですね、多分どうだった、たけしさんと一緒だと思うんですけど、うん、僕もあの時やっぱ高速水着だったじゃないですか。あの2008年って、ね、僕ら選考会終わった後に高速水着話題になって、うんうんうん、多分たけしさんも一緒ですけど、あの選考会終わった後の大会でみんな日本新バーンって出したじゃないですか。ね、うんうん、多分たけしさん一番最初でしたね、そうそうそう、日本チームで。で、うん、僕も多分その時めちゃくちゃタイム2秒ぐらい多分出したのかな。うん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 、なんかそれがあって僕その瞬間に世界ランク1位になっちゃったんですよ。高速水着のあれで。そうだね。でそこから僕は、うん、北京に関しては大学1年生だったんですけど、うん、まあ、最初しっかりと経験してオリンピックっていうもの、うんうん、決勝残ってっていうところから、まあ、周囲から急にキンキンメダルメダルみたいな。なって、うん、そこがしんどかって、で結局終わった後も5位かな、僕入賞で終わったんですけど、うんうんうん、自分の中ではそのなければ多分5位ですごく満足してたんですよ、うん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 、決勝は進めたし、なるほど。やっぱ急に世界ランク1位ドーンとかなると、うん、急にやっぱその視線が集まって、なんか今までただ好きで泳いでたのに急にめっちゃ期待されてるんですけどみたいな、あるよね。それがしんどかったですね。自分自身は良かったはずなのに、なんか周りからは残念だったねとか、なんかメダル取れなかったんだねみたいな感じの雰囲気だったんで、北京はすごいしんどかったですね。大学1年で変なプレッシャーで、だからこそまあ次のロンドンではメダル絶対取ってやろうって気持ちで臨めたので。でもさ、そのじゃあ北京でまあ悔しい思いをしてプレッシャーも感じたわけじゃない、はい、そこからロンドンまでにこうなんか変わったきっかけとか変えたこととかあんの？自分の中でロンドンに向けてメダルを取るために、うん、そこの間の3年間3シーズンですか、3年間世界大会ある中で必ずメダルを取ろうと、しっかりと世界ランクを常に世界ランクトップ3に絶対入り続ける、でメダルを取り続けるっていうのを決めて、うん、決めてというか目標としてやってました。実際取ったよね。実際、はい、2009年からも取りました。2011も取ったよね。はい、取ってたので、うん、そういった意味でちゃんとそれがつながった、ロンドンに関しては。確かにな、うん、
見えてきましたね。アクアテクセンター見えてきました。でかいね、やっぱ分かってみると。外から見るとでかいですね。で僕いつかやってみたいことがあって。お、何？あのメドレーリレーのメンバーでまたメドレーしてみたい。これからの人生に向けてなんか大事にしていきたい自分らしさっていうところありますか？自分の感情を大切にして、心を大切にして、なんか毎日をなんか穏やかに過ごせていけたら、自分らしさにつながるのかなっていうのを思いますね。フォルクスワーゲンのフル電動 SUV ID.4 は乗る人のことを思ってこだわり抜いた人にも優しい電気自動車です。初めて電気自動車に乗る人でも今までと変わらないスタイルで楽しめるフォルクスワーゲンの全てを注いだ一台です。電気自動車という先入観にとらわれないスタイリッシュで洗練されたデザイン、ゆとりあふれる室内スペースと車内全体にわたる大きなパノラマガラスルーフで開放的な室内空間を実現。大容量のリチウムイオンバッテリーシステムでロングドライブも快適に楽しむことが可能です。 ID.4 には安全性、快適性も備わっています。フォルクスワーゲンオールインセーフティは事故を起こさないよう予防し、万が一の時のダメージを可能な限り軽減、そして二次被害の防止までをトータルで実現します。さらに国の補助金制度が受けられ、オイルやプラグ交換が不要、充電が最長1年間無料というのも嬉しいポイントです。等身大の理想が叶う人にも優しい EV ID.4、今なら嬉しい25万円購入サポートも。ぜひ一度お近くのフォルクスワーゲン正規ディーラーで試乗してみてください。フォルクスワーゲン。